はい、今からオートバックで行きましょう。オートバックス、オートバックス、あと何キロ、あと 4.2 キロオートバックスに、はい、行くかな。ハンドルなんかランプついてもらえるけど、なんだろうね、これちゃんとしてんのじゃないです。天気したんかね、ほんまに。ちょうど1時間後って、テレビ見ただけでね。で、バッテリーが上がってますよね。これ左か。300m 先、ああ、24号線に行くんやな。はいはい。ああ、予定が全然狂ってまた。塩浦安心パーク、知らんな。こんなとこあった。あ、違うのよ。老人ホームかなんか、そんなんや、介護ホームか、そんなんやな。運転免許センターがあんだ、どこあんのやろ。ちょっとやっぱ道間違ってるかな。これ24号かよ、これ。まもなく左方向で、その先、目的地付近です。目的、これ左？はい。これ24号線。うわぁ、もう前が突っ込んできよる。あ、これ24号これ。狭いね。こんな24号やったっけ？オートバックス見えないけど。どこよ？目的地付近でルート案内を終了します。あら、行き過ぎたよ。あら、わからんわ。残念でございました。どっかこの辺で油断しよう。油断しよう、ここで。ここで油断しよう。すんまへん。行き過ぎました。タイヤ感？え、オートバックどこあんねん。これオートバックっすよ、これ。タイヤ感。順路フィットの待ち時間をちょっと聞いてます。ああ、はい、これオートバックさん、どこに書いてあった？入り口、はい、看板にオートバックさんに書いてあった。オートバック、まあ、スーパーオートバックスなんで。ああ、書いてないから。タイヤ感、タイヤ感とか書いてあるからな。これどれか、この3つのどれか。普通はどれ？普通はこれで、ね、わしが今あのつけてるのはどれ？これで、ね、もうそれでいいよ。つけとるでしょ。同じやつだですね。他に何か電話があります？わからんわ。電話3分4分あるけど、あと電話番号わからんわ。お宅のオートバックさん、なんかもらったことあるんですか、カード？Tのマークのカードですね。いや、オートバックスカードよ。こんな白いのか赤いのかですね。あ、これこれ、このやつや。わからんわな。うん、そうですね。お電話番号とかで今検索させてもらってて、データがあればもちろん出てくるんですけど、どこのお店で買っていただいてても。いつもどこか、向こう下の方やわ。うん。ただデータとしては引っ張ってこれるので、うん、お電話番号さえ間違ってなかったら、その登録してはるお電話番号ね、それさえ分かれば OK なんですけどね。ここやばくない？ね、ちょっと一回通してみていいですか？うん。そのらいかんな。どこに入れたんや？ありました。有限会社アイランド。ああ、会社名になってた。登録ありましたね。そら出てこない。そら出てこないです。はい。会社でやってた俺、ごめんごめん。会員様なのでね、一応公開で無料でいけますね。すんまへん。違います。フリード。すいません、ありがとうございます。すんまへん。労働サービス、お宅に行けとうるさいからさ。もうすぐ行ってくださいよ。この番号でこれ戻ってください。これ終わったらこれでお呼び出しますので、で中の休憩室で待ってください。そう、今んと取らしてや。
お姉さんあかんか。な、何ですか。いや、自分のとこやっとるやつだよ。あかんか。作業をちょっと取らせてもらいたいんやけど。あんまよくはないなんでやねん、ちゃんとした仕事してんやったらええやんかな、そんな今のところ取るだけ、取るだけやからなあ、やりにくいんだよ。いや、ないや、顔は映さんからさ、まあ、開けないかんやな。あのオートバックさん大好き人間やからな、あのタイヤから全部お宅でやってもらっとんねやんか。ああ、そうですか。うん、タイヤから前も車、会社の車全部お宅でやってるんやから。あ、うん、外してあれを外さないかんねな。あ、大変やなこれ。バッテリー、バッテリー言うてるぞ。どうすんよこれを。はあ、これわからんな。あの昔やったらそれが1個ずつしかなかったんやけど、なんか ややこしくなってますもう今ほとんどこんなんすけどね、ホンダとかでしたね。いやー見たことない機械が。 そうですね、それでオイル交換となんかやってる言うたけど、ワイパー交換と点検とやります言うて。あ、そうですね、今なんか パックみたいな。パックであんねんで、なんかあるっすね。うん、言うてましたね。あれでやってるんやけどな。はい、ほんで前回あの回答がな、バッテリー異常なしになってんねやんか。そうなんだね。異常なしやけど。異常なしやのに上がらないですけどね。ねえ、いやちょっとあのテレビはあのずっと見てて、電源切って。あ、はいはい、それがいかんかったみたいなこと言うてたけど。あ、あ、電源切って言うたらオンのままでテレビ。ああ、オンのままでな、テレビ見てて。あ、はい、さあ動かさんほど動かへんからよ。で電話したらな、もう1時間半ぐらいかかるのに来るまで、あのあれが。ああ、ほんな来たのはええけど、ものの1分もせんうちにかかってるかな、もうもう3時でございます。中目屋でやってもらってもらいたい。あ、そうですねって言うてましたわ。あ、そうですよ、多分バッテリー変えたからね。いや、お兄さんに言うんや、お兄ちゃん言うんやなバッテリーが古いから上がるんです言うて。でも正常やったんですよね。正常ってなってたんやけどね、あの問題なしになってたんやけど、1月の初めやんな、あのあれが定期検査が。あ、はい、その時は OK やったんやけどな。1月って今年のっすよね。今年、今年のまだやって見てもらって2週間もならんぐらいか。マジですか、それやったら。さんはずっと昔やな、プレーディーちょ乗ったことあるけどね。ああ、プレーディーで、あれ 2回ぐらい乗ったけど。まあ松坂一番故障しましたわ。もうとにかくしょだらいつも故障してね。あ、松田っすか。松田がかった。あ、そうやったんね。30代ぐらい乗るかいだけど、松田が一番最悪だったね。ダブルいいです。ちょっとエンジンかけて。あ、すんまへん。エンジンをかけてもらいます。はい。
変わらん。はい。変わらない。いや、全然ですよ。これでいけるはずです。これ、あれですもんね。ただ押すだけであれば。そうそうそう、うん。もう普通にブレーキ踏んで。ブレーキ踏んで押すだけ。はい。うん、まだあかんのかな。終わりましたんで。終わった？終わりました。エンジンは絡んでな。エンジンはあのハイブリッド。絡んでな。音が。音が出へんねんな。動かさなあかんねんな。終わった終わった。はい。今一応エンジンはかけてる状態。かけてるな。はいはいはい。はい、ほんならそれ全部ランプ消えたからやな。これは本田いかんでええんちゃうか。全部消えたしランプ。なんかついてんな。まあ、ドアが開いてますだけやろ。あと全部正常や。はい。もし走り始めて、はい、ランプとかつくんでしたら行った方がいいかもしれない。いや、ランプ全部ついとってるの。ザーッとなんか知らんけど。全部消えてるからな。で、ドアを閉めたら、これ、正常やわ。全部。大丈夫ですか。これはいかんでもいいかもしれんな、ホンダ。ホンダ次行ってこい言われたら、これ全然ええやん、これ。ありがとうね。はい。はい。ほんで、具合悪かったらもう一回ホンダ寄るわ。あ、OK。はい。OK やね。正常や。